これすごい飛び出て見えんじゃないの、沖田君とかだと。そう、おお、顔と同じぐらいの大きさになってるよ。こんにちは、プープーテレビのソジュエンです。大北です。林です。三役です。よろしくお願いします。やっぱ気持ちいいですね、こう、うん、親指を突き出すと。ここに次顔描いとこうか。あ、なるほどね。うん、親指総集編。親指総集編。親指タイタニックとか流行りましたもんね。流行ったね。うん、あれ映画館で見たわ。おお、すごい。とか。さあ、1月の終わりの方ですね。はい。はい。1週間見ていきます。3じゃない？3ですよね。うん、あ、これひどかったな。この絵すごいですね。あとさ、これさ、ゴミだよね、その元が。あ、落ちるのは俺だけで。受験シーズンだから、そうですね、代わりに落ちると。なんて言っていいか分かんないですよね。全ての受験生に良い春が訪れますように。ところで全然思ってないよね。ように受験生もそんなね、あんたに言われたくないよ的に思ってるでしょ。あ、そうだ、これがパジャマだったやつだよね。あ、風邪をひいたとか。風邪ひいてないかな。1個ペーパークラフトなんですよね。うん、八百長かなこれ。星のやり取りを、うん、メールで。ゴリラが引き上げる。ゴリラの中ではさ、頭の中ではゴリラ見た時にこういう尊い音楽がかかってるのかな、常に。あー、そうじゃないかね。神聖な、うん、知らんがなとしか言いようがないですよね、もう。ゴリラの本当神聖な俺これがすごい衝撃的だった。うん、そう。ゴリラあのさっきの普通はそこで終わるのにね、うん、すごい加速なんだけど、うん、暗い。デスクトップのさ、うん、の壁紙が地球ってのもすごいよね。そうですね、うん、現代社会に嫌気がさしたので。これもすごいですね、うん、コールドスリープ物語っていうのはあんまないですね。ないね。コールドスリープ。しかもこれ一人で撮ってんだよね。僕も知らなかった。いい時代が来るまで寝てよ。ここにいるのはコールドスリープ師匠。コールドスリープ師匠。コールドスリープ師匠がサインください。来たな。藤原こういうさ、はい、松村がやるたけしのモノマネみたいな声出せんだね。これでもあの公園で何やってんのって言ってたんですよ。何やってんの。未だかつてないくらい絡まれたって言ってましたよ、小学生に。でもおばちゃんに新聞をちょっと巻いてほしいみたいなことを言ったら、はい、あらイケメンって言われたって言ったよ、うん、ああ、そういうのもありましたね、うん、顔の前にこんにゃくをぶつけて。顔の前にこんにゃくを。これあのパソコンが、そうなんだよね、おかしくなって。この時に確かね、あの、うん、あれ脳内大使作ってたんだけど、ショート回数続き続き作ってた。なるほど。クルリのバラの花みたいなビデオを作ろうと思って。そんないいものが。そう、聖徳太子やろうと思ったら、まあできないなこれやと思ってたんだけど。あ、そう、これ iMovie が作ったんですね。あ、全部 iPhone で。そうそうそう、 iMovie すごいいいね。そうじゃないですか、 iMovie。 そうそう、うん、あ、BGM がいいんだよね、やっぱり。これ使っていいの BGM。 そう、
まあ、こういうのも出るし ね、 ね、うん、ただ指でやらないでがすごい辛い。あ、細かいやつ結構美味しいですね。お、お世話になってるキツネの話ですよ、ね。あのさ、この音楽がさ、はい、面白い頭に中で残る。とんでもない数かけてますからね、これね。回につき10回くらいかけてますよね。これさ、あれ、オトマンタ。オトマンタ。AKB の楽屋。あれさ、あのオトマンタさ、8000円ぐらいなんだよね、あれ。8000円ぐらいなんですか。そう、あのデイリーでもう6年ぐらい買ってるけど。iPad の新しいやつですか。使いすぎかなと思って。そう、新しいの買おうな。そうそうね、こんなに使い倒してる僕のツイッターないよね、オトマンタンをね。また6年使えるからね。そうそうそう、うん、あれ販売員の方かと思ったら勝間和代さんじゃないですか。どうも、あの宮崎あおいさんと蒼井優さんですよね。あのすごいファンで、あの、え、僕もバドミントン一緒にやらせてもらえるんですか。あ、はい、名前を言ってあったらいいですかね。え、いいんですか。まあ、そうだね、バドミントンしたいんだよ。名前呼びながら。はい、シートですよ、シート。三角形、三角形。この水島ヒロの影を全部もらってっていいんですか。やった、ブクブクロ。おばけ、おばけなんでこんなさ悪意な。結構ページ数ありますね。お互い読んでるんですけどね。うん、悪いも読んだよ。全然ビクともしない。なるほど、うん。ね、1時間ぐらいで読んでた。おお、早いですね。速度5。途中ちょっとなんか斜め読みしたけどね。ああ、疲れてきて。うん、疲れてきちゃって。映画の内容を自分勝手に想像する映画イマジネーショートーク。これ口と映像合ってないですよ。うん、合ってない合ってない。後から声を足してるんですよ、ね。なんで？早速携帯で撮ってる。あ、もうだって声が声が出ないのか。あの、ちゃんと。でも俺人見知りなんだよな。違うお話を考えましたっていうほど多分違くないんだよね。そうですよね。ソーシャルネットワーキング、ソーシャルネットワークっていうのを使ってみよう、うん、友達いっぱいできた。いや、彼女もできた。幸せ。ソーシャルネットワークっていう変に、いや、本当にソーシャルネットワーク話じゃないよ。もう素敵な人に洋マジっていうかアルファベットを入れると、うん、どうだなんかこういう文章立てるから、なんか中国土産のパッケージみたいになるね。どうぞ皆さんも気をつけて確認してください。ここすごいですよね。それじゃ行ってきます。いらないよ。そう、全くいらないんですよ。行ってきますって帰ってきましたけど、うん、階段の途中なんだ。あ、終わった、終わった、終わった。そんな感じびっくりしたようですね。要は宮城で始まり宮城で終わった味よね、はい、これね。来週はまたその続きを見ていきます。さよなら。さよなら。